さあ、行くぞ。どうも、茨城のんぼうです。今日は、なんか SNS でバズってる神の手動画、神の手湯豆腐かを作っていきます。まあ、もうお気づきの方もいらっしゃるけど、組み合わせまで出しさんあるから、もう最近この動画結構出すね。もう粉使わせてもらってるけど、今日は普通にパックで使うから、まあ、今日はね、ちょっともうゆるくおつまみ動画作っていきます。それでは、行きましょう。マンボウ、カクッ。これなら使われるやろ。とりあえず、だし作るわ。これね、お湯の中に安丸だしさん、今回は和風万能だし、軽くいっちゃって、色が出るぐらい。12月からまた寒くなるみたいやけど、氷点下になるみたいね。最近寒いから、夜はあったかい湯豆腐でも食いたくなるよねっていうことで、 YouTube 見てたら神の湯豆腐っていうのが出てきたから、やってみようっつって。いいでしょう。じゃあ、それでは豆腐を切っていきましょう。いよいよ豆腐切っていきます。平たい皿、これしかなかった。平たい皿にまず豆腐を出して切っていく。それだけだって。まず出すわ、一旦ね。えい、もう綺麗じゃん。うまいじゃん。うまい、プッチンじゃん。で、これで縦横に切っていくんだって。どんぐらいかな、なんかこの皿のあれが、なんだっけ、縁があるから、あんまり最後まで切れないからいいみたいな。はい、と横にしてこうやって、こんな感じで、あとはもう、あとはびっくり仰天、この中に出汁入れてふわふわするだけやっていきます。とりあえずこの中に出汁入れて、OK、ここに湯豆腐を乗せるんだって。これ熱っ、いっちゃうよ。なんかこうやってするだけなんだって。あんまならないみたいね。あんまならないみたいね。あ、もうボロ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 崩れる。もうちょっと深いやつでやればよかった。ほら、なってんじゃん。ほら、俺が下手なんだろうな。ほらほらほら、すごい。ほら、こんな感じ。すごいね。これで完成みたい。食べてみよう。それでは実食してみたいと思います。まあ、とりあえず普通にね、子供と出汁に豆腐入れただけやからね、切って。いただきます。うん、うまい。普通にうまい。確かになんか動画で間に染みてるからとかなんかいう動画あったけど、まあ確かに染みてる。細く、もうちょっとこう細かく細く切って、ちょっともうちょっと深めに切れればもっとうまいはず。ちょっと柚子胡椒入れるわ。柚子胡椒入れて、ちょっともうちょいここら辺を一気にいってみろ。いただきます。うん、うん、あり。酒しか飲みたくねえ、これ。今日はね、残念ながらないんですわ。ないんですわ、今日は。とりあえず、全部食べていきます。はい。で、今回、安丸だしさんの和風万能だし、使って、紙の湯豆腐を作ってみたんだけど、まあ、確かに、皿に乗せて、細かく切っていって、ふわふわするだけ。簡単なんだけど、味が中まで通ってるから、すごい美味しかった。そして寒いからね、最近。寒くなってきてるから、温まる料理ですね。っていう感じです。まあ、その、子供でも大人でも、おじいちゃんおばあちゃん、誰でも簡単に作れる料理になってるので、まあ、簡単にやってみればいいんじゃないかと思います。で、今回使った、この安丸だしさん、四国で一番売れてるお出汁みたいで、今日はパックを一パック丸々入れて使ったんだけど、破って粉ごとも使える。粉ごと使える。というのも、万能だしっていう意味では、すごい万能なのかなという感じです。で、この安丸だしさんのだし、URL から、うちの URL から飛んでもらって、アンケート、初回アンケートで、リボンチャンネルってコメントをすると、一袋ごとに50円引きになるキャンペーンを実施してるみたいなので、ぜひ、リボンチャンネルって書いて、少しでも安くね、買って、試してみればいいんじゃないかなと思います。最近寒くなっているので、風には気をつけて、またリボンチャンネルのマンボウ見てください。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。あ、いる。いる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 。
東京だけこんなことないな。どんな味？8800？ くそ。